ール。どうしたの？そこある？にゃんにゃん。にゃんにゃん。にゃんにゃん。はい、こっち、この辺。はい、この辺おいで。ほら、あ、そこがいい、そこがいい。お座りしたき、お座り。そっち向きでお座りしたらね、見えんけど。はい、いや、欲しいね。こんばんは、みりんが10時半をお知らせします。にゃんにゃん。今日はちょっともう15分ぐらいしかしないです。おて、あ、あんこ何にも見えてない。おかわりもしてくれたのに。おて、今おてしてくれてます。おて、はい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 、よくできました。もっと下にしたらいいのか。よいしょ、こうかな、こうですか。なんかいろいろ、精製水です、これは。ほら、あんこあっちあっち、ほら、にゃんにゃん、にゃんにゃん、かわいいよ。下向いたら映らんのにね。もう出る？もう行っちゃうの？はい、どうぞ。もう帰りたいみたい。もうちょっと今眠たいんです、この子。さっきまで寝てたのをね、ちょっと無理やり連れてきました、このリードにつないで。おいでおいでって。ねえ、にゃんにゃん、おねむあんこだ。そうです、そうです。あ、あんこおしめんだって。よかったね、あんこおしめんだって。あんこちゃんおしめんだって。よかったね。にゃ、圧倒的あんこおし。あんこちゃん、よかったね。うん、そう、あんこちゃんあんまりカメラが好きじゃないんです。ちょっと人見知りしちゃうんです。うん、もうバイバイする？言っちゃう？じゃあみんなにバイバイって、最後バイバイって言わないの？2階に行っちゃいました。もうあんこちゃんが見せたくて配信だったので、もうそろそろ終わりまーす。もうそろそろ終わりまーす。あ、上でドスドス言ってる。あと10分。そう、明日もね、結構明日5時とかにからドタバタしないといけないので、そろそろ、そう、明日めっちゃ早いし、明日はね、ちょっと日付超えるぐらいまでいろいろバタバタしてます。
そう、明日は何がある？明日はね、配信が入ってる公演があります。はい、ファミリー劇場クラブさんで無料配信されるので、明日のお昼公演は、はい、お昼だけ出演させていただきます。でも朝からね、そうなの、なんかいろいろねあるからね、そう、朝からいろいろあるから、ちょっとあの公演の前に違う場所に行ってきて、公演して、公演終わってちょっと撮影の仕事があるのであって、その後ちょっとレッスンとかあったりいろいろするので、ちょっと明日はバタバタします。その代わりね、今日までゆっくりできたんで、私全然、うん、そう、明日公演来てくださる方ももちろんお待ちしてるんですけど、まあ公演来れないけど時間はあるよって方、ぜひね明日配信入るので、ぜひぜひ見てみてください。はい、うーん、そう、あとはね、そう、今年の楽しみといったらやっぱり瀬戸セブンの公演に出れるのがすごく楽しみなんで、あれはもう最初で最後なのかな、私最初で最後なんだろうか、わかんない。あのね、そう、あれは配信入んないんだよね、ユニット公演はね配信が入らないんですよ。よいしょ、そうなんです。だから来てくださる方限定でお待ちしてます。うーん、タワーが、ありがとうございます。精進さん1月6日キャセドーム行きます。あー、お待ちしてます。あさってだね、お待ちしてます、ありがとうございます。よしよし、おじぎありがとうございます。そう、今年のっていうか、まああれかな、この直近の楽しみといったらって感じですね。まあいろいろ楽しみもあるけどね、6日に握手会があったり、まあ、次の日もねいろいろあったり、1月もいろんなところに行ってきます。いろんなところをバタバタしてきます。東京に行ったり大阪に行ったり、広島でお仕事させてもらったり、いろいろ、幼稚園の娘と香川から行きます。お待ちしてます、ありがとうございます。楽しみ。6日初ユミリンです。何話そう。嬉しい。もう何も話さなくてもいいですよ、全然一人で勝手に喋るんで。そう、香川にはね昨日までいました。昨日おとといと香川県のおばあちゃん家に行ってた。そう、コンピラさんはね行けなかったんだよね、残念ながら。残念。お、10日渋谷タワレコ行くね。お待ちしてます、ありがとうございます。あんこちゃん8歳です。無理しすぎちゃダメやで、ありがとうございます。もう私はねなんかあんまり、そう、なんだろうな、なんか休むときはちゃんと休むし、なんか全然、タワレコ行ってひなちゃんに弓に押しになったことバレてくる。それはね怒られるやつですね。それは怒られるやつですね、ひなちゃんに。あまり無理しないで、ありがとうございます。でも私全然無理してないし、今年も無欠席で行こうと思います。お仕事365日無欠席で行こうと思います。よろしくお願いします。そう、リハーサルから全力で頑張ります。全力、何事にも全力で。そう、健康が一番ですね。
そこは寒くない？あ、ここめっちゃ寒いです。はい、そうなんですよね。なるちゃんと会えるのは6日。そう、6日だからね。そう、1日の夜中にね、あ、6日まで会えないんですね、ななさんってめっちゃ言ってきた。疲れたら欠席してもいいと思うけど、ありがとうございます。でもそう、私は結構負けず嫌いなので、自分に負けずに頑張ります。キャプテンがエミリンからの年賀状をメールで喜んでましたね。大丈夫です、私もメール取ってるんで。まあオンリーワンをいただきました、皆さん。まあ、ナンバーワンじゃなくてもね、オンリーワンになれただけでね、嬉しいですね。ゆみりん、明けおめって、明けおめ。受け継ぎだい、わかるね。山口号はね、乗ってないんですよね。そう、残念。見に行っただけ。でも、ボーってやつをね、見に行った。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。おでん美味しかったです。お、9日に STU 夕方と夜行きます。おー、じゃあ瀬戸セブン見来てくれるんですか。お待ちしてます。なんかあれですね、まだ受付してるみたいなので。そう、瀬戸セブンはね、ちょっと楽しみにしてるから、てくれたら嬉しいなって感じだな。光市に行きました。山口県の光ですね、いいよね。まだ席あるの？わかんない、どうなんだろう。まあでもなんかまだ受け付けてますよみたいな感じのことを聞いたから、多分まだあるんだと思う。わかんないけど、受付はしてるって、受付してるってことはまだあるのかな、どうなんだろう。本当だ、みーから返信が来た、 LINE の今配信が終わったやってちょうどコメントであったからね。なあちゃんのメールでも悩み触れて嬉しいってね。それなーねなそれなー、みーちゃんそれなー、みーたそそれなー、そう、LINE への返信、今のそれの本当にそうだよねって思う。本当に、まあそうですね。あ、指針さ、指針、今年も真面目に頑張ります。なんかそう、あんまりなんだろうな、まあこの世界って正直こうやってショールームとかなんだろうな、なんか見えるところを頑張ってたら割となんだろうな、こうやってまあなんだろうな、ファンの人へ発信することももちろん大切なことだと思うし、なんだろうな、そうそう、なんか素敵なこと、あ、15分経過した、やった、毎日アイドル1日目。そう、なんかね、なんだろうな、
まあ、経験を積んで近道を分かってきたとしても、なんだろうな、その近道が本当に果たして今必要なのかっていう、あ、一日もおめでとうってありがとうございます。そう、まあしかもそれが果たして近道なのかっていう、それでもぶちょくなほどに脇目振らず、まっすぐ進むしかない、底力よろしく、うん、近道あるの？一見近道に見えることって多分あると思うんです。あれ、こっちの方が近いんじゃないって。でもなんかそう、なんかまっすぐそれまで進んでたのにさ、いきなりね、なんかそれはすごくもったいないし、うん、そう、夢力を出して頑張りたいと思います。そう、急がば回れって、そう、道明寺も回ってたし、花壇のうーん、正しい近道ならいいと、まあ確かにね、正しい近道ならいいと思うし、まあでもね、うーん、なんか、うーん、あ、花沢類派ですって、なるほど、そこ究極のもうなんか永遠の悩みですよね。そう、諦めなければエンジンは動く、そう、でもまあ諦めなかったエンジンは動くと思うので、諦めずに頑張りたいと思います。うん、そう、奈々さんも真面目な人が報われるようなね、ところであってほしいって言ってたけど、そう、なんか一見真面目に見えても果たして自分で振り返ってみて、私は真面目だったのかなって思って、まあそれにね、自分でね気づけることって大切だけどね、ここにあれ、私ってここもしかしたら真面目じゃなかったのかもしれないって、まあ、自分で気づけることは大切ですよね。うん、そう、真面目だけじゃったら難しいって本当にそうなんです。まあでも私は別にだからって、別に自分が違うと思うことはね、あまりお勧めしないです。うーん、そう、真面目な人が損する時もある、うん、まあそういう時に得する人はなんだろうな、うん、いつか損するんです、きっと、きっときっと、きっときっと損をするんです、長い目で見たら、その時は得するかもしれないけど、そう、後々ね困って、なんかそれを人のせいにしたりとかはね、また違いますよね。挨拶回りですので、またね、お、すごい、いろんなとこに挨拶回りしてるんだ、ありがとうございます。うーん、そう、うん、うーん、今年配信1回目おめでとうございます。今年配信実は2回目なんです、私2回目です、初配信じゃないです、2回目です。あ、新しい iPhone おめでとう、ありがとうございます。昔の今新しい方でやってます。知ってます、そう、あのあとお風呂に入って
身支度をして6時いつだろうな、新幹線に乗りました。そう、実は私新幹線がちょうど偶然あの有名人とあの芸能人の方と一緒で、実はそう駅着いた瞬間にあれってもしかしてってなったあれ同じ新幹線なんですねって、はい、 NMB の白間みるさんと一緒でした。みるるんさんと一緒だった。多分号車は違ったんだろうけど、そう駅で一緒になって同じ新幹線だった、多分同じ新幹線だった。そう、すごい偶然。朝からオーラがすごかったです。みるみるするしかね。そう、あー、午後大阪で仕事してたよ。じゃあそのために多分大阪に行ってたんだと思います。あ、元旦の公演か。なるほどね。うん、ミルさん、へー、11時には終わりたいと思います。あ、こいつよかったんでありがとうございます、嬉しい。ラッキーだね、すごいよね。へえ、七並べめっちゃ面白い。そう、あと七並べについて朗報、まずは12月第1位ありがとうございました、本当にありがとうございます。すごい追い込みで1位に、私これで12回連続1位をいただきました、ありがとうございます、本当にありがとうございます。1年間そう1位の座を皆さんのおかげで、そう1年間ありがとうございますね。すごい大逆転、すごい大逆転でありがとうございますね。すごい殿堂入りレベルって、少しは貢献できたから、いや本当に皆さんのおかげです。そうでね、私携帯を変えて、実はですね Wi-Fi がなくても七並べができるようになりました、イエーイ。だからね、結構移動中とかやってるかな。この後もお風呂入りながら七並べしようかなって思ってます。うん、そうだから多分今までよりも七並べができる頻度が上がると思うので、ぜひぜひ。あ、防水なの、これ防水、奈々さんと同じ携帯でも私はまだねデータを移動できてないから、うん、じゃあ奈々ちゃんの100位目指さないと。奈々さんはね今月はないんです。奈々さんはね確か3ヶ月に1回ぐらいしかねランキングに参加ないので、そう、しかもナナさんもそうなのカードも今月は出ないです。まあなのでコインをたくさん貯めといきたいと思いますね。うんうん、そう携帯カバーも同じのにする、したいな、それはしたい。それは夢のまた夢の話ですね、夢の話。そう、ナナさんが変える前日に変えた、一番に報告した、変えましたって。そしたら私も明日変え行くよって携帯ショップにって言ってた。
携帯を揃え、な、何色なんだろう、ナナさん何色？私ね、なんかね、色がなくって、今はね、なんかゴールドのにしてる。うん。今はゴールドなの。そう、前のやつはピンク。これも確かお揃いだった気がする。色を合わせられなかった。そう、私の方が先に買ったからね。奈々さんが何色買ってるか分かんないんだよね。運気のアップなため。あ、私そう、シルバーかゴールドで迷って、じゃあシルバーでって言ったらシルバーがなくって、その時でもは私多分なんかシルバーとゴールドとブラックがあって、なんかそうシルバーがないくってゴールドとブラックしかないって言われたから、うん、じゃあ全然ゴールドでいいですよって。別にそんなね、あんまり色とか気にしてないし、まあ奈々さんと一緒だったら嬉しいなって感じ。確かに。でも私これねカバーつけてないの。ちょっとカバーなんか、あかりんにお誕生日プレゼントでもらってケースを、それがちょっともうなんか古くなってちょっと壊れちゃって、そっからつけてないかもしれない。まあでも買おう、新しいケース買おうと。奈々さんとお揃いだといいな。そんな偶然ないか。そんな偶然ないか。でもね、この携帯今ね、なんかね、なんちゃらバリアなんちゃらみたいなのがついてる。なんかあのなんだろうな、なんちゃらにゃんちゃらにゃんちゃらなんちゃらみたいなの、なんかね、膜コーティングしてある膜で、なんか一緒になんちゃらかんちゃらでキャンペーンでなんちゃらで、なんかそのバリアが無料でつけれますよみたいな言われて、そう保護シートじゃなくって、なんかね塗ってあるのかな、そうなんかコーティングしてあるの。そうコーティングしてある。だからね、3日間保護シート貼っちゃダメなの。これ3日後以降じゃないと、なんか保護シート貼っちゃいけないんだよね。そう、なんか傷がつきにくいのと、あとなんかね、まあ、衝撃に、まあ絶対壊れないってわけじゃないけど、まあ衝撃にちょっと強くなったりとかするんだって。わかんないけど、なんかそうコーティングしてある、うん、そうだから今シート貼ってない。そう、はい、なんか別にでもね、このなんちゃらなんちゃらをしてると別にね保護シート貼らなくてもいいんだって。まあでも気持ち的になんかもうあとは気持ちの問題って言われた。保護シート貼らなくてもいいし、貼ってもいいし、まあなんだろうな、もう保護シート貼ってるようなもんだから今、まあ、これに、まあ、シート、まあ、あとは気分次第で、まあ気持ち的にシート貼りたいんだったら貼ってもいいし、まあ、貼るんだったら3日後以降じゃないと貼っちゃダメですよって感じ、うん、お、じゃあそろそろ終わります。第13位スランプくんさん、6日の握手会楽しみお待ちしてます、ありがとうございます。第12位ゆうさん、2019年もゆびにたくさん応援するね、握手会が楽しみ、ありがとうございます、楽しみ私も。第11位ゆっきんさん、ゆみやん講師明日公演来よ、お待ちしてます、ありがとうございます。第10位ハムさん、ありがとうございます、夜ご飯ハムでした。第9位がリアさん、ありがとうございます。第8位がハルミンさん、滝の妹子神吉、ありがとうございます。第7位がナリバーさん、ちょっと間違えちゃった、あんこチャージできたかな、もうたくさんできました、今日も一緒に寝ます、ありがとうございます。第6位がアーリーさん、山口県在住、ありがとうございます。第5位が新年初ゆみあんこ、ありがとう、新スマホいいな、今年の初夢は、あ、今年の初夢はね、
なんかちょっと話すと長くなるんでメールに書きます。超話、超覚えてる、超覚えてるけど、なんだ、内容っていうより構成を覚えてる、夢の。まあいろいろあるんでメールに書きます。あ、嘘、変わった変わった。第11位、リアさん、ありがとうございます。あとは8位、スランプくんさん、6日の握手会楽しみ、私も楽しみです、ありがとうございます。第5位、ゆずぽんさん、ありがとうございます。第4位がりゅうしょうきんさん、たやのゆびにおじさん、ありがとうございます。シェイシェイ。第3位が大地さん、ゆみにん、今年もよろしく、 STU はゆみにんたましな、おー、ありがとうございます。 STU はありがとうございます。第2位がチェ・ヨンフンさん、ありがとうございます。カムサハムニダーン。第1位が、聖人さん、1月6日京セラドーム行きます、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。ありがとうございます。6位飛ばした、いや飛ばしてないですよ、さっき読んだから。そう、男女変わる前に読んだので。あんこ見たかったなって、ごめんなさい。そう、アメールとは ST48 モバイルメールのことです。そうです、 ST48 モバイルメールのことです。韓国語で書いてあってよくわかんないよ。カムサハムニダ。へえ、そう、1月ももう4日ですね。そう、ニャンタ、そう、福田あかりちゃんの飼ってる黒い猫ニャンタっていうのがいるんですけど、広島の三原付近のサービスエリアでいなくなったみたいで、はい、広島県の方とか、もしかしたら岡山の方とか、まあね、猫ってどこにいるかわからないので、もし黒猫の、多分ね、首輪とかつけてると思うし、あかりんがまたねツイッターで載せてるので、ぜひ拡散とかしてくださったら嬉しいです。私もリツイートしたので、ぜひよろしくお願いします。名前はニャンタって言います。そう、黒い猫です。ね、心配だよね。そう、まあでも私はそう、三原にもう行ける機会がないから、こうやってね拡散とかしかできないけど、なんかツイッターってこういう時に結構拡散力があるんですよね。だからそう、なんかこういうさ、拡散で意外と見つかることってたまにあったりするしね、なんかね、いろんな人がツイッターってやってるから、トルブの、いや福田あかりちゃんのです。はい、でもこうやって見つかったらどうしたらいいんだろうな。あかりんに返信したらいいのかな、見つかったよって。でもなんかそれはあれだな、なんかちょっといろんなところと混ざっちゃいそうだな。もうもしなんだったら多分 STU の事務所に連絡していいと思う。あのそう、事務所の、事務所かどっかに、なんか福田あかりちゃんの黒い猫を今預かってるんですけどって言った方が早いかもしれないね。あ、警察に届けた、そうだね、あとは警察に届けた時に、そう、このツイートを見せて、なんか多分この子のだと思うんですけどっていうのをしてくれたらね、まあ多分どうにかしてくれると思う、警察と大人の人が。どんな首輪つけてるの？あのね、詳しくはね、福田あかりちゃんのツイッターに全部載ってるので、ぜひそちらをチェックよろしくお願いします。そう、多分載せてくれてる。にゃんた。ねえ。赤紫色の首輪ってあるね、だそうです。そうだね、首輪がついてるから、まあまだね、首輪でこうあれかな、首輪にいろいろ書いてあるのかな、にゃんたみたいな感じ。どうなんだろう。ですね。はい、じゃあ私もそろそろお風呂に入ってきます。皆さん
今年もよろしくお願いします。それでは今日も最後までありがとうございました。明日公演生配信があるので、ぜひファミリー劇場クラブさんでぜひ見てください。それでは最後までありがとうございました。今年も頑張りよみりん。じゃあおやすみなさい。七並びします。バイバーイ。